寒い中たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。私もこの今ご紹介ありましたように、今回のノーベル賞に関わる仕事をやっていたものですから今日お話をさせていただきます。今日ですねお話しさせていただく内容はせっかくの機会ですので私どもが所属しています研究所のですね紹介を簡単にさせていただいて、それから発光ダイオードっていうのはそこら中で皆さんご覧になられているわけですけど、その原理を簡単にお話しさせていただきます。それからこの青い LED ですね、この開発の経緯を簡単に話をさせていただいて、私がやってきましたこの今この発光層ですね、ここに今光ってるこれレーザーなんですけど、これは市販のものではありませんが、これもこのインジウムガリウム窒素という材料が光ってるんですが、このお話をさせていただきます。それから白色 LED と、それから窒化物半導体の今後の展開についてお話しさせていただいて、時間がありましたらですね、お若い方がたくさん多いですので、これから学ぶ若い人たちへというメッセージをお話しさせていただきます。それではまず金研の、私どもこの研究所、金属材料研究所といいますが、略して金研というふうに言っています。でこれは1916年にこの鉄鋼を研究目的として発足した組織です。で、2年後のですね2016年に100周年を迎えます。でこの研究所は日本の大学には大体400ぐらい研究所とか研究センター研究施設がありますけれども、最も古い研究所になります。でこれが初代の所長さんであります鉄の神様と呼ばれている本田光太郎さんです。でこの研究所ではいろんな仕事をしていまして、自生材料も得意としています。でこれは松本先生なんですが、センダストと言われるですね、仙台の粉という
てるというのがこの LED の動作源です。でこの構造を見ていただくと分かりますように、ここのところは非常にですね、バンドギャップというふうに呼んでますが、ここのところは非常にこのエネルギーが大きいと、ここは小さいと、ここはまた大きいということで、小さなバンドギャップのものを大きなバンドギャップのもので挟むというのが大原則になっています。でこのことは、今から数年前のノーベル賞で、二重異種結合ダブルヘテロ構造といいますが、そういうところで、ノーベル賞をいただいております。でこれが発光原理ですね。で発光原理をまとめるとですね、高いエネルギーから低いエネルギーへ電子が落ちると光が発生すると、それから電池をつなぐ向きっていうのは必ずあって、電子を高いエネルギーのところに持ち上げる方向につなぐと、それから発光ダイオードの個数と電池の電圧っていうのは電子を十分に上げられるほどに、高い電圧になるように電池をつなぐということが大事です。で、これを踏まえまして、この青色についてご説明させていただきます。青色の LED を作るに必要な要素としてはですね、まずどんな結晶を使うかということがあります。で2番目にですね、先ほど血管があると具合が悪いというお話をしましたが、非常にいい結晶を作らなければいけないということです。それから、電子の抜け穴が電気を運ぶきちんとした T 型半導体というものを作る必要があります。それから、電子で電流を運ぶ N 型半導体を作らなきゃいけないと。それから基板の問題があります。でまず根っこのですね、基板のお話をさせていただきます。で先ほど申し上げましたように、ここに基板が必要なんですが、血清全体に血管がないようなものを使わなければいけないということになります。とでこれはどういう意味かというとですね、これが下地を基板ですね、基板をマンガチックに書いたものです。で基板に原子が並んでいるのをこう行儀よく整然と並んでいます。結晶というのはそういうものです。でその上に結晶を積み上げるわけですが、この時にきちんとこの原子と原子の位置ですね、格子間ですね、格子上数というのが一定だときれいな結晶になります。ところがこちらのように格子上数が異なってくるとですね、つじつまが合わなくなりますので、ここにつじつまが合わないための欠陥、我々は転移と呼んでますが、転移というものが出ます。一般の方は転移転移というと、がんが転移したなんかの移動の意を書きますけど、こちらはクライド意を書きます。でこういうことがになるものですから、とにかく、きちんとした結晶を用意して基板を使わなければいけないと。ところがですね、非常に難しくて、今我々 の、 世界中でもですね、この窒化ガリウムの基板を作るというのは、窒化物半導体の基板を作るというのは大変なことで、今現在はサファイアの単結晶を使って LED を作っています。でサファイアはですね、皆さんお持ちの腕時計ですね、腕時計の窓はですね、全てサファイアになっています。1000円の時計も最近売られてますけど、1000円の時計もサファイアが使われています。で今サファイアもですね、非常に大きなものができるようになりまして、例えば10インチですね、25センチですね、25センチのものを作ることができます。今ここにちょっと透明で見にくいんですけど、直径20センチのサファイアの板があります。で、これもですね、こういう大きなものができまして、これを切って磨くとこういうふうになります。でここに A とか M とか R とか、勝手な名前を付けてありますが、この R というのが皆さんのお持ちの時計の窓です。で私たちが使うのはこの C というものを使います。でご参考のためにですね、ちょっとお見せしますと、これは皆さんお使いのスマホとかですね、あるいはパソコンに使っている IC を作っているですね、シリコンという材料のインゴットです。でこれこう先が尖ってますが、こういう方向でですね、結晶を作りまして、で溶けてるとこからスーッと静かに抜くと。でこんな格好してるのは、ヒュッと早く抜いてしまうと血管が入るから、こういう格好になっています。で、これと同じ格好でですね、これの大きいものを作ることができるわけです。でサファイアなんですが、サファイアはですね、一般の方が耳にする意味とちょっと違います。で一般の方はサファイアと言いますと、大体宝石を意味されるかと思いますけれども、こういう青いものですね、これはですね、私たちが言うサファイア、純粋なアルミニウムの酸化物ですが、
まあ、これにですね鉄の酸化物を入れると青くなります。でここにですねチタンの酸化物を入れるとスターサファイアというここに十文字が見えるような結晶になります。で、もうちょっとついでですので申し上げますと、ルビーというのは我々が言う Al2O3 にクロムを 1% 入れるとこういうふうになります。でこれをちょっと入れすぎて 5% ぐらい入れるとですね研磨剤になってしまいます。でエメラルドというのはまたこの Al2O3 にですねこのベリリウムを入れて作ってこういうふうに緑色にしています。ということでこれから申し上げるサファイアというのはくれぐれもこれではなくて、純粋な Al2O3 というんです。でここにザラッとですねこの窒化物半導体青色 LED ができるまでの歴史を書かさせていただきました。でごしゃごしゃっと書いてありますけれども、見ていただきたいのは1969年に窒化ガリウムというこの青色の代表とする材料ですが、私の後天野先生がご紹介されますけれども、この材料が初めてですね基礎成長という方法でこのマルスカという方が挑戦をされたということです。でもう一つですね大事な話はこの窒化ガリウムの発光ダイオードからですね青い光を最初に出したのがこのジャック・パンコフさんという方で、今年90歳ぐらいになられますが、1971年にされています。でこの時の素子の構造は先ほどご紹介しましたような構造とは違いまして、 P 型という半導体ができなかったものですから MIS と金属、絶縁物、それから N 型ガリウムナイトライトとこういう構造で光らせています。で先ほどの年表ですね、技術課題について重要なものを整理したのがこれです。まずは高品質の窒化ガリウムができなかったということで、まさにサファイアの上に窒化ガリウムを乗せるというのはですね竹に木をつな継ぐようなものですので、何らかのごまかし層を入れるという意味で干渉層と言ってますが、これを、天野先生がですね86年に導入されまして立派な結晶を作りましたと。それから89年にイベントがあるんですが、私は87年に仕事を始めたんですが、この材料をですねどういう材料系で青く光らせるかという提案をさせていただきました。でこの中で最も大事な青く光るという意味で最も大事な発光層としてインジウムガリウム窒素というものを実際に作りました。でこの年に、天野先生は P 型のガリウムナイトを作ることにも成功しております。でこういう技術、もろもろの技術を合わせまして、1993年に青い LED が初めてできております。でまずどんな材料を使うかということですが、考えてみますとですね、どんな何種類の元素を使うかというのがまず大事になります。今私たちは化合物半導体、窒化ガリウムとかガリウムヒ素とか、こういうものは、化合物ですね。で化合物ですので最低2元素必要です。それに、先ほど申し上げました格子状数をきちんと制御するという意味でその自由度が必要ですので1元素プラスされます。それからさらにですね、バンドギャップの大きいものと小さいものが必要ですので、バンドギャップを制御するという自由度がまた1つ必要になります。ということで 2+1+1 で4元素必要ということになります。でこれで書いた図面がこれです。今世界中の人がこの図面を使っていただいてますけれども、これは従来からある材料です。先ほど申し上げました CD プレイヤーはここになります。それからインジウムリンという材料を中心にしまして光通信が行われています。でこれは、一番冒頭に申し上げましたよく光るんですけどすぐ壊れるという材料ですね。で私が書かさせていただいたのはこの絵で、アルミニウム窒素、ガリウム窒素、インジウム窒素と。でここに虹色の模様が書いてありますが、これでカバーをしようと、この青い色を作ろうとしたわけです。でここのところでこのインジウム窒素をちょっと見ていただきますと、大体オレンジ色っぽいところにあるということが古いデータで報告されていました。でそのデータを使ってこの絵を描きました。このこちらの材料とこちらの材料ではですね性質、結晶の構造が全く違います。どう違うかというとですね、こちら側はですね従来からある材料です。でこれが、青色を出す材料です。でこれはですね結晶を上から眺めたもので、パチンコ玉のように表現してありますが、
従来からの材料のことを我々は繊維亜鉛鉱型結晶と言います。で、繊維亜鉛ですね、こちらは繊維亜鉛鉱型、これは鉱物の名前 を結晶構造につけるごとにルールとしてなっているものですから、こうなります。で、繊維亜鉛鉱と繊維亜鉛鉱は日本語なかなか紛らわしいものですから、我々はゼンクブレント、ブルツとこういうふうに呼んでいます。で、これをご覧いただくとですね、一番下の方にまず赤い玉が並んでます。これ同じ格好です。で、黄色い玉も同じように乗っています。で、この黄色い玉は青い玉、赤い玉3個で作られたくぼみの上に乗っかってる、両方とも同じです。で、次に青い玉を乗せるときに、やはり黄色い3個の玉のへこんだところに乗っかることになりますが、実は場所を選ぶことができまして、こちらはですね、赤い玉の真上になっています。こちらは赤い玉からちょっとずれたところになっています。たったこれだけのことで、結晶構造が変わってきて、バンドギャップ等も変わっています。で、ここからはですね、私がやってきましたインジウムガリウム窒素という発光素、青く光っている発光素についてご紹介させていただきます。で、結晶を作る時の技術としては有機金属基礎成長装置というものを使います。で、これは、横文字でメタルオーガニックペーパーフェーズでピタキシと言いますが、金属ですね、例えばここですとアルミニウムですが、アルミニウムの周りに、メチル基、メチルアルコールのメチル基ですね、 CH3 です。それを3個つけくっつけたトリメチルアルミニウム、こういうものを使います。で、こういうものを使って、金属元素はこうです。それから窒素源としてはアンモニアを使っています。で、これをですね、温度を上げたら炉の中にガスを同時に流しまして、で、成長するということをやっています。で、従来の材料はですね、例えばこういう、インチウムガリウムリンなんていう材料ですね、こういうものを成長するときはですね、デバイスを作るときにはこんなプロセスで、ものを作ります。横軸時間です。縦軸温度をとっています。とまず炉の中に、基板材料を入れまして温度を上げます。で、成長の準備をします。で、ある温度からですね、温度はずっと一定に保ったまま N 型のインジウムリン層、インジウムガリウムリン層、P 型のインジウムリン層っていうのをつけます。で、これを作るときにですね、どんなガスを流しているかというと、まず原料を送るガスというのは全て水素を使っています。水素を使う理由は半導体は酸素とか水が大嫌いなんですね、まあ、そのためにですね、水素酸素が入った場合に、酸素と水が入った場合に還元をするために水素ガスを流しています。これずっと流しています。一定の量を流しています。それから、ここですね、こことここはインジウムリンという材料ですので、インジウム原料を流しています。リンの原料もリンの原料はずっと流しています。それで、ここのところのインジウムとガリウムが混じるところだけガリウム原料を流しています。で、この時にですね、このリンの原料に対する金属の原料の和ですね、の比ですね、これは大体普通は100から200ぐらいのものを使っています。で、非常にこうシンプルに流してるんですね。一定一定、ここも一定で、ここの量ちょっと変えるということです。で、ここの温度も一定なんですね。で、ところがですね、よくよくこうものを考えてみるとですね、材料には平衡上気圧というのがあります。それはどういうのかというと、ちょっと紹介します。これ真空の場合ですね、こうポポッとこう抜けていくんですね。それで、周りに何かガスがあるときはですね、閉じ込めてるときにはこういうふうに抜けて入ってということを行います。で、このバランスしている状態、この表面の状態を維持している状態の圧力のことを、この雰囲気の圧力のことを平衡蒸気圧と言います。で、この平衡蒸気圧をプロットしたものがここにあります。で、横軸は温度です。これ平衡蒸気圧です。で、ガリウム窒素とかインジウムリンという材料ですと、大体600度で成長しています。そうするとこう起きまして、平衡蒸気圧が、窒素やリンの平衡蒸気圧はこういうところに来ます。大体10のマイナス7乗気圧ぐらいですね。で、それに対してガリウム窒素という材料ですと1000度を超えたところで成長しますので、平衡蒸気圧はこういうところに来ます。非常に高いです。で、インジウムガリウム窒素というのはガリウム窒素とインジウム窒素を混ぜなければいけませんので、インジウム窒素という材料を見てみるとですね、なんとこんなに高いんですね。ということで、もう実験をする前からこれ非常に難しいぞということが分かるわけですね。で、こういう難しい話に対応できるように作った装置がこの装置です。
これは市販の装置ではなくて自分で設計をして機械加工するメーカーさんに作ってもらったもので、これは全体のシステムです。でここにいろんなガスを流したり止めたりする制御系がある。であと綺麗なガスが必要ですので、ガスをきれいにするための装置が並んでいます。それから先ほど申し上げました有機金属っていうのはここにあります。これは高温層で温度を一定に保つ箱ですね。でここにちょっと黄色いものが見えますが、ここにステンレスの容器が入ってまして、そこに、有機金属っていう材料が入ってます。で非常にこれ高くてですね、一番高いものですとグラム4500円ぐらいなんですね。で一般にですね、肉屋さんに行って今日の牛肉はグラムいくらですかって聞くとですね、100グラムオーダーの話ですが、こちらは1グラムオーダーの話ですので非常に貴重になります。でこういう装置を作ってですね、で実験をすると、でやってみるとですね全くうまくいかないんですね。でそれはですね、やはりインジムナイトライトの窒素の蒸気圧が極めて高いということなんですね。でよくよく考えました。最初に申し上げたように、原料ガスを送るキャリアガスとして水素を用いてたんですが、よくよく考えてみるとですね、アモニアという原料を分解して窒素を引っ張り出すんですが、ここにこうこれが分解するとエッジが3つ出てきます。周りにエッジがあるとですね、反応がこちらからこちらに行かないんですね。ということに気がつきまして、それで水や酸素は嫌いなんですけど、まあ、やむを得ず窒素ガスを使うということをやりましたら、まんまとうまくいきまして、で、作った装置はですね、極端なことができるように、何でもできるように作ったものですから、その能力は最大に発揮して実験を重ねました。そうするとですね、ここに先ほど申し上げたように成長の準備があります。それから、木に竹を継ぐような話になりますので、まあ、ごまかし層として干渉層を継ぎます。それから N 型発酵層のインジュンガリン窒素、それから P 型ガリン窒素、こうなんです。で成長するときにですね、まあ、ここのところを除いては水素をキャリアガスとして成長しています。で窒素原料としてのアンモニアはずっと流しっぱなしです。ただここを見てご覧いただくと分かりますように太くなってまして、ここのところは大量のアンモニアを流しています。それからここだけインジウムがありますので、インジウムはここだけ流します。でガリウム原料はずっとここを流しているんですが、ここにこの時はインジウムを入れるので減らしています。で先ほどこの5族と3族の比はだいたい100から200と申し上げたんですが、アンモニアは従来の材料を成長する時の窒素やリンの材料と違いまして、なかなか分解しないものですから1桁、この合算比は大きくなっています。で最初に私がこれを挑戦してうまくいったときは、ここの値は160万というとてつもない値だったんですが、これは工業的に成り立ちませんので、いろんな工夫を行いまして1万5千ぐらいに今はなっています。で、成長温度をですね、ここのところは1000度ちょっとですが、ここのところは800度でやってまして、で世の中ではこの1500とか800度と、1万5000と800なんていうのがマジックナンバーのように、こう工場でも使われています。で挑戦した結晶成長した結果がこれです。で縦軸にできた結晶に含まれるインジウムの量を取っています。で横軸はですね、インジウムの送った原料に対するインジウムとガリウムの原料の和ですね、この比を取っています。で最初にとにかく蒸気圧を下げればいいということで、なるべく低い温度で成長しようということで500度で成長しました。そうするとありがたいことスッときれいなラインに乗りまして、これはしてやんないと思ったんですが、こいつを光らせてみようということでですね、電流を流す代わりに、これよりもこのバンドギャップ、この材料のバンドギャップよりも大きなエネルギーを持っている紫外の光を当てて光るかどうかをチェックするんですね。そういうのをフォトルミネッセンスを観測すると言いますけれども、やってみるとですね、全く光らない、暗黒の世界なんですね。で頑張って700度にしたんですが、たまに光っているのであまり光らない。それで無理に800度にしたところが、こうこのインジウムの組成と原料の供給比の関係は直線的ではないですけれども、この800度で非常によく光るというところで今800度になっているわけです。で、この時ですね、実験した絵がこれです。1989年ですね。これで横軸にインジウムの組成を取って、縦軸にそのバンドギャップを取っています。そうするとこうインジウムが入ってくるとバンドギャップ小さくなってきまして、予定通りなんですが、ここで見るとここに報告されているインジウム窒素の
データがありましてほとんど関連ということで、これはちょっとおかしいんじゃないと。でこれは実は多血症のデータでありまして、単血症は世の中になかったんですね。でここではきっとこの値はもっと下に来るはずだという予測をしています。ところがこの血症を作るのには非常に難しくて12年かかりました。で12年かかりまして単血症ができまして、見てみると予定通りやはりこういうところに来まして、結局この地下部三胞体もカバーできる波長域というのは縦軸これ波長になってますが、赤外から紫外までカバーできるというふうに広がりました。でこの材料をですね自由に混ぜられるといいんですけども、これがまた混じらなくてですね、このインジウムとガリウムとアルミニウムっていうのは原子の寸法が違うもんですから、なかなか仲良くしてくれなくてですね、でこれはその混じるか混じらないかを実験と計算で占ったものです。でここはインジウム窒素、ガリウム窒素、アルミニウム窒素になっています。でここに温度が書いてあるのは成長温度です。でここに非高温領域って書いてありますのは結晶が混じらないところなんですね。で今800度という温度で成長してますので、グリーンのラインをご覧ください。こちらにもあります。でグリーンのラインの外側が混じる結晶です。ちなみにここが非常によく混じっているのはですね、アルミニウムとガリウムの寸法があまり変わらないんですね、ということです。で今青というのは大体この辺の結晶を使ってます。それから緑の LED もありますが、それはこの辺です、ということで、青は非常にいい結晶ができますが、緑はあまりいい結晶ではないんですね。こうよく混じってないんですね。ということで、緑は暗いということになっています。ところが、人の目の視感度です。目の感度というのが、非常にこの緑が明るくなっているものですから、同じように見えるわけですね。で、今、我々のところでは工夫をしまして、まあ、青から赤まで光るようにできています。で、ここから白色ですが、白色はこんなふうに光ってますが、この白色が大変素晴らしかったんですが、この発案はですね、清水さんという方と坂野さんという方が、これは日夜化学工業といって世界で最も明るい LED をたくさん作っている会社ですけれども、この会社から1996年に特許が出願されています。で、まあ、発表としてはですね、平成8年の11月に出ています。でこれはですね、原理は青い LED を持ってきて、ここにですね、赤と黄色を発するですね、蛍光材料を入れています。でこのその心は何かというと、この図なんですね。で青と黄色を持ってくると白くなると、まあ、こういう話です。でこれがどのくらいありがたいかというとですね、ここに普通の白熱電球を持ってきています。これはこう照度ですね。で持ってきています。照度とするとこういうところに来ます。それから蛍光灯がここにあります。こういうところに来ます。これに対して市販の白色 LED はこういうところに来ています。で今現在ですね、開発されたものはですね、まあ、こういう315っていうあたりに来まして、この蛍光灯は、ここですね、ここですから、まあ、3倍以上効率がいいということになります。今白熱電球と比べるとここは大体20ぐらいですので、15倍ぐらい効率がいいということになります。でちょっとスキップしまして、それで、まあ、こう白色 LED を使うと何がありがたいかということなんですが、これはネットに出ています、この夜の地球ですね。でこの白く光っているところは、照明をしているということですね。で、照明のですに使っている電力というのがですね、2000兆ワット時ぐらい1年間に世界中で使っています。で CO2 もですね、まあ、このくらい出ていますということで、全ての照明をもし白色 LED に交換ができたら CO2 の排出量を 40% 削減できると、こういうことの効果です。からもう一つはですね、この地下部半導体というのが従来からある化合物半導体に比べてありがたいのはですね、これ従来からある材料ですけども、ヒ素やリンがありますが、このヒ素やリンが入ってないんですね。ということで、毒性がないということがありがたいことの一つです。それから、ここからはですね、地下部半導体の今後の展開について簡単にお話しさせていただきます。通信とトランジスタのお話をさせていただきます。まあ、通信ではですね、今、1980年代の中頃までですね、あるレーザーが使われてまして、通信容量というのは400メガビットパーセカンドと、これ電話で言いますと大体5600回線ぐらい取れます。こういう通信でした。で、これをね、もっともっと通信容量を上げたかったんですが、ちょっとできなかったんですね。それは何かというと、使っていたレーザーが両側に鏡があって、光が中を往復するというものでした。そうするとこういうふうに低材波と高高濃物理でも習ってかと思うんですけども、こういう低材波が出ます。そうするとこの低材波に見合った波長が光ってきます。
でこれを光ファイバーの中に入れるとですね、光ファイバーの入り口ではこういう空径、横軸時間です、こういう空径のパルスを作ることができるんですが、これで0と1を判定してるわけですね。ところが物の中を通すとですね、波長の長いものは伝播速度が速くて、波長の短いものは伝播速度が1、遅いという物理がありますので、出射端でファイバーの出射端ではこうなって波形が崩れてしまいます。でこれで遠くへも飛ばせないし、それから速い信号も送れないということです。それであればですね、出射端でもこうなってればいいだろうと。でこうするためにはどうしたらいいかというと、こういうふうにいくつもの波長が同時に光るのではなくて一つにすればいいということになります。これは誰でも分かることです。でそれをですね、1981年に、世の中で最初に室温で動作させることができまして、これがこういうデバイスですね。でこういうこうデバイスのことを分布器官型レーザーといいまして、両側に鏡が必要なくて中にこういう模様が入っています。で模様はこんなものでしてですね、周期が197ナノメートルですね。で昔、この時代はですね、LSI の最小寸法が2ミクロンでしたので、これを作るのは大変だったんですが、でこれができた結果ですね、今どうなってるかというと、一つの波長の光でですね、100ギガビットの伝送ができています。それでさらにですね、こう一本一本波長を使うことができますので、だいたいそれを100個ぐらい、100波ぐらい重ねまして、それで、こういう10テラビットぐらいの通信ができています、1本のファイバーですね。でところがですね、今年々再々皆さんがネットワークたくさん使ってくださるもんですから、年間にですね 1.2 倍ほど、トラフィックが増えています。その結果これではもうパンクするということで、これを1桁小さくしたいという要望が強くあります。でそこにこの蓄光半導体を適用してみたいということです。でこれは横軸温度で縦軸に、バンドギャップがどれほど変わるかというものを書いたものです。これが従来からの材料です。こんなふうに非常にバンドギャップが変わります。で、蓄光半導体は非常に安定しています。ということで、ここに適用させたいと。そうすると、これを一桁、この間隔を一桁狭くしまして、100テラビットぐらいの伝送は1本あたりのファイバーできるだろうということです。次はトランジスタです。でこれはですね、1994年の私の NTT におりました時の研究計画書の中にも書いてあるんですが、トランジスタ応用は非常に面白いだろうということです。でそれはですね、ここにいろんな材料を書いてある。これは代表的なシリコンですね。これはガリプスっていうのは皆さんのスマホの電波を受けるところと出すところの半導体です。これはダイヤモンドっていうのは究極の半導体と言われているものです。でこれを見るとですね、この絶縁破壊電圧、高い電圧をかけられるかどうかということなんですが、こちらはですね、こういうものに比べて1桁かけられると。それから出力はたくさん取れるかと見るとですね、シリコンを1と基準にとって1とすると、このガリウムナイトライドっていうのは300倍は取れるというこういうことですね。それから動作温度ですね、シリコンは200度を超えると半導体でなくなりますが、こちらは600度を超えても平気ということで、今これを使おうと。でどこに使おうかとしているかというとですね、プリウスなんていう車が走ってますけど、あの中に使われている半導体トランジスタはですね、8インチのウェハーを使って、車1台走らせることができないんですね。それほど大変なことをやってるんですが、それをこの蓄光半導体でやったらどうなるかということなんですが、シリコンの場合はですね、耐圧っていうのがないものですから、耐圧1000ボルトいるんですね、車の中では。でここではシリコンを2つ直列につないで、1000ボルトを持たせています。でこういうシリコンカーバイドとかガリウムナイトライドですと1個でいけるわけですね。それからこの損失ですね、損失もですね、シリコンを100とするとですね、窒化ガリウムですと、15% くらいになりますということで、非常にメリットが大きいので今ここを挑戦しているところです。で、ここからはですね、これから学ぶ若い人たちへっていうメッセージを簡単にお話しさせていただきます。でこれは私の経験に基づいて書いたものです。まずですね、言葉の定義、それから筋道の正しい話の進め方、つまり論理ですね、これさえしっかり押さえていればですね、いろんなことが理解できるようになります。例えば、試験勉強なんかされるかと思いますけど、実は試験問題には文章が書いてありまして、そこに言葉が使われています。でこの言葉の定義を押さえているとほとんど答えが書いてあるようなものです。それから次にですね、学んだことをうまく使えないと意味がないわけですので、直感に結びつけて理解するということが大事です。でそれをですね、
この本に書いてあるからということをよく言う学生がいるんですが、自分の頭で理解するということが大事。例えばですね、宇宙は真空と言ってるんですけど、どのくらい真空なんですかという、まあ、こういうことに、こういうことが分かっているとですね、いろんなものを感覚的に捉えることができますので、その感覚が大事です。それから学問体系の整理が大事です。で、体系の必然性ですね、こう体系は意味があって出来上がっています。で、この必然性を含めて理解していただきたいと、そういう意味で科学史なんかもよく勉強していただければというふうに思います。それからいろんなことにね、興味を持っていただきたいと。これは何なんだろうと、どうしてなんだろうということですね。それから基本的に体を鍛えるということが大事ですので、これもきちんとやっていただきたいと。ちなみに私は毎月100キロ走るようにしてまして、今ハーフマラソンをですね、1キロあたり4分48秒で走ることができます。で、まあ、いろんなこんな本も出てますので、いろんなものをぜひ学んでいただきたいというふうに思っています。最後にですね、今回の講演会では質問時間がありませんので、何かご質問されたい方がありましたらですね、私どものところで LINE、これは20、毎年この宮城県民大学というのをやっておりまして、こんなカリキュラムでやっておりますので、来年も催す予定ですので、ぜひおいでいただければというふうに思います。時間ですので、以上で私のお話を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。